皆さん、こんにちは。9月27日に行われた自民党総裁選投開票で高市早苗氏を決選投票で破り、悲願であった第28代自由民主党総裁に選出され、10月1日に国会衆議院及び参議院の本会議で行われた内閣総理大臣指名選挙で首班指名を受け、102代内閣総理大臣に就任した石破茂首相。総裁選中、石破氏は総理に就任したら衆議院を解散する前に国会で全ての閣僚が出席して質疑を行う予算委員会を開催する意向を示していたのですが、一転し10月27日に衆議院総選挙を行うと早期解散を表明、裏切り者と非難され、野党からも批判される中、10月4日に行った初の所信表明で国会に異常事態が発生しました。なぜ石破氏は豹変してしまったのか、調査したのでご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。ロマンザ。10月1日に臨時国会が召集され、衆議院参議院の本会議で指名され、第102代内閣総理大臣に選出された石破首相。石破氏は総裁選中、総理に就任したら衆議院を解散する前に国会で全ての閣僚が出席して質疑を行う予算委員会を開催する意向を示し、世界情勢がどうなるかわからないのにすぐ解散しますという言い方はしない。解散して良い状況が整うかどうかを判断する、国民に判断してもらう材料を提供するのは政府の責任であり、新しい首相の責任だと明言していたのですが、この方針を変更し、10月27日に衆議院総選挙を行うと早期解散を表明。わずか2週間で自分の発言を忘れたかのような豹変ぶりに、ネットでは石破氏の裏切りを非難する声が続出しました。解散総選挙をめぐる突然の方針変更には野党からも一斉に反発の声が上がり、立憲民主党の野田佳彦代表は、言ってきたことを守っていないじゃないかと、とっとと逃げてしまうということに対して私は深い失望を覚えていますと発言。日本維新の会馬場伸幸代表は、戦う前から逃げているということですから、敵前逃亡内閣というのがぴったりの名称じゃないかなと批判していました。そして石破氏は昨日4日の衆院本会議で就任後初となる所信表明演説を行い、全ての人に安心と安全を、私は日本国内閣総理大臣として全身全霊を捧げ、日本と日本の未来を守り抜いてまいりますと述べた上で、冒頭から自民党派閥の裏金事件に触れ、深い反省とともに触れねばなりませんと述べたのですが、ここから野党の激しいやじが始まり、政治資金問題で失われた政治への信頼を取り戻すとともに、これまで以上に我が国が置かれている状況を国民の皆様に説明し、納得と共感をいただきながら、安全安心で豊かな日本を再構築する、それが政治の責任とし、そのために私はルールを守ると口にすると、特にヤジが大きくなり、何がルールだなどの反発が飛びました。石破氏はヤジを気にせずに、日本を守る、国民を守る、地方を守る、若者女性の機会を守る、これらの5本の柱で日本の未来を作り、そして未来を守ると述べると、自民党席からよしの声と拍手が広がり、首相は思わず笑顔を見せたのですが、次期衆院選では裏金議員も原則公認する方針と報じられていることもあってか、裏金事件をめぐり、まずは問題を指摘された議員一人一人と改めて向き合い、反省を求め、ルールを守る倫理観の確立に全力を挙げますと述べると、公認するのかと問うようなヤジを含め声量が大きくなり、石破氏は
それぞれの政治家が国民一人一人と誠実に向き合い、というくだりで一瞬演説を止め、野党席を軽く睨むような表情を見せていました。その後も金融所得課税の強化やアジア版 NATO の創設など、首相就任前の肝煎り政策がトーンダウンし、この日も触れられなかったことから、 NATO はどこに行ったんだ、金融所得課税はどうなったのやじが響き渡りました。元日の地震や9月の記録的豪雨と自然災害に見舞われている石川県能登地域の復旧復興に触れた際にも、早くやれ、被災地はどうなったなどの指摘が相次ぎ、師と仰ぐ渡辺道夫氏から受け継いだ政治家の仕事は勇気と真心を持って真実を語ることだという言葉に触れると、語ってないじゃないかとのやじも飛び、国会論戦なしにボロ隠し解散とも言われる早期の衆院解散総選挙に踏み切った石破氏は、最初から最後まで手元の紙をほぼ棒読み状態で超守りの所信表明となりました。聞きどころも少なく、自民党の拍手も限定的。かつて小泉純一郎首相が聖域なき構造改革、恐れずひるまずとらわれずと述べるなど、所信表明は首相それぞれの特色が出るものですが、石破首相は師と仰ぎ、これまでも口にしてきた渡辺道夫氏の政治家の仕事は勇気と真心を持って真実を語ることを改めて引用した程度で、約9500の文字数は2012年の自民党の政権奪還後最長でしたが、中身は石破カラーが影を潜めていました。この石破氏の所信表明ですが、あまりのヤジのうるささにネットでは、ヤジがうるさすぎて聞こえない、野党のヤジもひでえな、黙って聞けないのかな、話が入ってこない、所信表明を聞こえなくするヤジ、迷惑極まりないとのコメントが相次いでいました。ロマンザ、日本中に向けた言葉をたった2週間で裏切った石破氏、批判が続出するのは当然ですし、裏切りは今回が初めてではありません。麻生太郎内閣に農水省として入閣していた石破氏ですが、真っ先にいわゆる麻生おろしに動き、麻生氏は今でもそのことを根に持っており、石破氏は1993年に非自民の細川連立政権が成立した際、自民党を離党して新進党に加わり、その後1997年に自民党に復党した出戻り組で、それも格式を重んじる麻生氏には気に食わず、石破氏に裏切ったという気はなくても、麻生氏には裏切られたという強い思いがあります。他にも指摘されるのが、故安倍晋三元首相との確執。2007年の参院選で自民党が大敗し、安倍氏が続投の方針を表明した時には、石破氏は党の総務会で選挙に負けたにもかかわらず、続投するのは理屈が通らないと公然と安倍氏の辞任を求めています。森友問題などではメディアで安倍政権を盛んに批判し、党内から味方を背後から撃つと反感を買い、今回の組閣では旧安倍派の閣僚はゼロでしたが、石破氏は安倍氏との確執をまだ引きずっているのでしょう。今回の石破氏の表変ぶりりに、政治アナリストの伊藤敦夫氏は、自民党という党はもともと本来は自由闊達な議論ができる政党で、時の政権に対しても平然と文句をつける議員はいくらでもいたというのですが、安倍政権になってから変質し、官邸一強になって議員は官邸の方針に黙って従うしかなく、自民党がおかしくなったとして、その中で文句をつけ続けた石破氏は嫌われ、結果的に裏切り者にされたと評しています。しかしその一方で、総理になった途端に軸がぶれ、もともと反対していた早期解散に従わざるを得ないのは政権基盤が弱いからと指摘。しかしそれは周囲に優秀な人材を集めてこなかった石破氏の責任でもあり、総理になるなら
この人のためならという人材がいなければならないにもかかわらず、人付き合いが下手で親分肌でもなく理屈ばかりこねるため、そういう仲間がいないと苦言を呈していました。ロマンザ、石橋が本来の自分を取り戻すには総選挙で結果を出すことが条件となりそうで、自民党が単独過半数を維持できれば、そこから先をどうするかが石橋の自由になります。かつて故中曽根康弘氏も総理時代、就任当初は田中角栄氏に総理にしてもらったという弱みがあって、角栄氏の言うことばかり聞いていると批判されていました。ところが政権が長く続くうちに、徐々に角栄離れを起こしていき、大総理と言われる人物になりました。今の石破氏はある意味中曽根政権の発足時と同じような環境で独り立ちして、本来の石破カラーを取り戻すのか、石破氏に信念があるか見極める大事なポイントとなりそうです。今後の動向に要注目です。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それでは、また。